ジョン・アダムズは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ラファイエット級原子力潜水艦の4番艦。艦名は、第2代大統領ジョン・アダムズにちなむ。艦名は、ジョン・アダムズの息子である、第6代大統領ジョン・クイン・シー・アダムズにもちなむ。ジョン・クイン・シー・アダムズの艦名は、ブルーハンが乗り組んだ、時に使用された。ジョン・アダムズの建造は、1960年7月23日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に発注され、1961年5月19日に寄港する。1963年1月12日に、ジェームズ・シー・マニー夫人によって命名、浸水し、1964年5月12日に、ブルーハン艦長オランド、W ・ザック・ジュニア中佐及び、ゴールドハン艦長ポール・ JRE 中佐の指揮下、収益する。 ジョン・アダムズは17隻目の弾道ミサイル原子力潜水艦であり、その退役時には75回の紹介を完了し、2番目に古い弾道ミサイル原子力潜水艦であった。1963年1月12日の浸水時、ジョン・アダムズは氷の張ったピスカタクオ側に滑り込んだ。1964年5月12日の収益後、16回の 戦略抑止紹介を完了し、1968年8月に、オーバーホール及び近代化のために、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所に入る。作業は1969年8月10日に完了し、ジョン・アダムズは太平洋艦隊の一ユニットとして任務に復帰した。ゴールドハンノルクミンによる G 成長活動では2発のポラリスミサイルを発射し、 その後パナマ運河を通過してブルーハンの松ハワイへ向かった。32回目の紹介を完了すると、ジョン・アダムズはメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で2度目のオーバーホール及びポセイドンミサイル運用回収が行われた。オーバーホールが完了すると、大西洋艦隊の1ユニットとして任務に復帰する。さらに、サウスカロライナ州チャールストン。 スコットランドのホーリー・ロッホからの43回の紹介完了後、ジョン・アダムズはパナマ運河を通過して不活性化のためにピュージェットサウンド海軍造船所に入る。ジョン・アダムズは1989年3月24日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに従って解体され、 作業は1996年2月12日に完了した。ありがとうございます。